はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。真夜中のピアノ屋 .com ですね。天使ピアノだいぶ増えてきましたね。一つ一つご紹介していきたいと思います。お店に来てなんかピアノをね、ちょっと眺めてるみたいな雰囲気になると思いますね。その後今整備中のピアノもざっとお見せしたいと思います。まずいつものようにあんまり売る気のない明治時代の初代ピアノ、そしてナイトーンのデモ機ですね。A3W アトラスのこっちローゼンストックですね。こっちプロモデルのですね。ヤマハの UX3、 そして、W101、 2台あったうちの1台売れましたね。そしてディアパソンの 126MS ですね。赤いピアノですね。赤いピアノ、これね、めっちゃいいピアノなんですが、まだあります。テレビに出たやつですよ。メルヘンの MS の650ですね。黒く見えますが木目ですからね。猫足のグランド譜面で、これはめちゃくちゃいいと思うんですけどね。そしてアトラスの NA305 という、これはもう20万円切ったピアノということでね、大型のいいピアノではあるんですが残ってます。そして、132BW ディアパソンですね。アンティークなデザイン。そしてディアパソンのこれは DN48 というね、この間まで新品で普通に売ってた、もう125型のディアパソンも新品作らないので、これからね、貴重なものです。まだまだ新しい。そしてワグナーの W2 ですね。これは20万円を切ったEPR ですね。そしてトニカ、これは大橋さんの、設計のやつですね。造毛のやつで貴重なものですが、そしてこのフリードリヒがね、水田の倉庫にあったのをこっち持ってきました。もう超アンティークな、めちゃくちゃおしゃれなデザインの音のいいピアノですね。そしてアポロの SR5、 これはちょっと商談入ってます。そして、これはヤマハのですね、 W106BB、 猫足の赤いピアノね。赤いピアノで、これはヤマハの UX1 ですね。ヤマハの小型の名機です。 X シチューのタイプになりますね。これ今ちょっと整備中ですが、KR の27ですね。そしてこれロレックスですね。でディアパソンのこれも赤いピアノ、126C です。本当に赤くて可愛いんですけどね、まだありますよ。そしてシュベスターのこれは、ナンバー53だったかな、53ですね。木目のシュベスター、ツヤのあるタイプですね。めっちゃいいです。そしてヤマハの W106BW、 向こうのがね、赤い106ですが、こっちは茶色い方の、106の BM ですね。そしてこれはね、クロイツェルの鍵盤の剥がしてあったやつですね。これがあります。ツヤ消しの、手作りの名機です。そしてディアパソンの DN48、 2台ありましたね。ここは額柱の茶色いタイプですね。これもめっちゃおしゃれ。そしてヤマハのこれは昭和10年のピアノがね、ここにあります。はい、これは傷んでますが値段は安いですよ。はい、そして、シュベスターのこれはナンバー50、45ですね、45ですね。はい、シュベスターの黒い、ものです。そしてこれはスタインバーピアノですね。色綺麗なんですけどね、すごくね、音も良くて、次第に来た方も、わー素敵っておっしゃってました。可愛いの BL51、名機中の名機ですね。グランド譜面台のものですね。そしてこれは象眼のやつ、まだありますね。しばらくありますね。 W100WN ですが、なかなか中古ではあんま出てないと思うんですけど、値段がちょっとね、50万近いので、ちょっとね、そこで躊躇されるのかな。で、これは河合の KL11WI の直足の方の小型ピアノ。そしてここにあるのがですね、うわ、ちょっとカバー今かかって、片手じゃコロラトゥーラのですね、新品在庫がね、ちょっとしばらくなかったんですが、やっと入ってきまして、ちょっとこれをめくりますが、新品のコロラトゥーラが今1台ここにありますよ。めちゃくちゃ可愛いです。正直言って本当にうちの自信作。もうピアノ .com オリジナルのコロラトゥーラのね、猫足の超素敵なピアノ。そしてこれクレーツコロイツェルの、K の600ですね。これもね、中古ではあんまり出ないんですけど、見てください、この木目の美しさ。猫足の、それも小型ですからね、ソアグラフの小型の名機コロイツェルですが、そしてここに KL51KF とからアメリカカワイで作った504F ですね。結構派手な音。そしてここに入ってきたのが
シュベスターの工場で完全再生をした、ちょっと先にめくっときゃよかったですね。はい、めくっと、この手作り感が、スタインウェイ前身グロトリアンの、グロトリアンスタインウェイ、スタインウェイ兄弟がですね、独立してスタインウェイというね会社を作る直前の、まあその、あ、直後か、直後のね、ものです。本当になりますよ。まあ夜中なんでね、あんまり出せませんが、完全再生をしてます。見てください。前回のね、入荷したままのボロボロの状態も動画は残してますから、嘘は言いません。本当にそういう状態だったものがもう見事に再生されてますね。本当にすごいですよ。あの弾いてたらもう惚れ惚れするっていうか、そんな感じのピアノですけどね。ぜひ弾きに来ていただきたいと思います。以上が今京都に、ある在庫ピアノですね。あれ弾いてみたいなというんであればお越しいただいたりですし、もうネットで注文するわっていう方はね、信用していただけるんであればネットでプチッと買っていただいたら、あとは責任持ってやりますのでね。さて今から整備中のピアノですが、だいぶ片付きました。はい、もうこれ完成して出荷直前の状態ですが、これはあれですね、ヤマハですね、 M2 だったかな、出荷直前の状態です。はい、綺麗になってますね。こんな状態ですね。はい、それからですね、ここで今整備しているのはミキの、36号ですね。36号、今もうちょっとバラバラにして、これグランドの鍵盤、今ね張り替えかな、調整してるものです。どのグランドかちょっと分かりませんが、ミキはこのようにやってます。それからこれはですね US9X ですね。めったに入らないグランド譜面台の最高級の QX、 今、調整をしてます。綺麗ですね。このフェルトはもう張り替えが終わってます。アグラフですよ、これ見てください。そして、これが U1 ですね。調律って書いてあるね、調律しなさいということかな。はい、ヤマハの U1 の、これは古いやつですね。だいぶね古いやつですが、見てください、この鍵盤磨いて今ピッカピカになってますよ。まあ徹底的に直しますのでね、これ大橋ですね。あ、これはねもう惚れ込んで買わはったんですよ。よく覚えてます、大橋ピアノね。もうこれしかないでしょうみたいな感じですね。そして、これがロレックスの KR の22ですね。22の方、これはどうだったかな、リメイクやったんちゃうかな、リメイクね。そしてこれはずっとあの在庫にあるやつですね。そしてこれがプルツナの 200S ですね。プルツナ今倒れてます。横に寝っ転がして、このいろんな傷の修理とかをね、213とかなんか番号書いてあるんです。今全部大修理をしているところです。このようにね、ピアノ .com はもう徹底的に直すんですよ。これソアグラフのやつですね。プルツナのちょっとグラデの高いやつですが、このようにねやっております。そして、蓋の方もですね、こうやって今修理をやっているところですね。これ下のパネルでしょ、これ番号振ったら7とかね。はい、もう完璧に全部バラバラにして直しますからね。前よりだいぶ空いてるでしょうね。これもグランドピアノのアクションで、ディアパソン 183E ですね。でネジね、ネジこれ前って書いてあるでしょ、前のネジ、ネジの位置が違うとどうしてもね癖があるので、同じ場所にネジを戻さないとちょっと狂いが出る可能性があるんですね。ですからネジをこういうふうに段ボールに差し込んで同じところに元に戻すように、そこまで気遣いしてるんですよ。すごいでしょ。これはバックチェックというね部品です。そしてここにあるのが、よいしょ、あ、U31 ですね。 U31 ですね。これからあだいぶ仕上がってきたのかなね。はい、こちらになります。だいぶ前よりはすっきりしてきました。ここにね大型の換気扇をつきましてですね、ここで、塗装とか吹き付けコンプレッサーするんですが、もう部屋の中煙まみれになってたもんですから、大型コンプレッサー、大型の換気扇で外にグワーってものすごい勢いで今外に
風を出します。外に私の車があって、そこに塗装がつくんちゃうかって危惧しておりましたが、平気でしたね。はい、真夜中のピアノ屋 .com、 今9時何分 ?9時20分ですね。まだ真夜中じゃないですね。これからです。はい、いかがでしょうか。ピアノ屋 .com の現在の在庫の状況、アップデートだけですけどね、それと今整備中のピアノを写させてもらいました。あ、これ私のピアノとかね、思ってられる方もいらっしゃると思いますが、もうちょっとお待ちくださいね。これから手を入れて順次お届けをしていきますので、ご連絡をお待ちしてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。